フサクギタは、イグチモク、オオギタケカノクギタケ族に属する、キノコの一種である。傘は、幼児は、円筒状円錐型をなすが、次第に開いてまんじゅう型ないし、ほぼ平らとなり、老成すればわずかにくぼむことがあり、淡い々褐色あるいは、炭鉱褐色を呈し、短くて、柔らかい綿毛状をなすか、もしくは圧着した細かいリ片をこむり、粘性はない。肉は薄くて ろく、泡透光色ないしクリーム色で、傷つけても変色しないが、要素溶液を適化すると速やかに暗視色となる。性質があり、味や匂いには特別なものはない。ひだは素で、厚く、柄に長くしでなし、はじめは帯大やは褐色であるが成熟すると暗黒褐色となり、縁には微細なギザギザを生じる。柄は髪型にやや細まるか。 もしくは気分に向かって急に細くなり、しばしば不規則に屈曲し、表面は、傘と同色、または単色で細かい綿毛状臨片をこむるかもしくは、ほとんど平滑、中味もしくは中空で、髪型には、はじめは、荒い繊維状の内皮膜の名残を備えるが、通常は顕著な、つばとはならず、小実体が古くなれば、しばしば消失する。法指紋は、 暗黒褐色ないしほぼ黒色で、胞子は細長い楕円形ないし防水状楕円形。黒褐色で平滑、光壁、発芽甲角。膝の側面や円部には多数のシスチジアを備える。膝の実質は多少絡み合いつつ、平行に配列した菌子で構成されており、その左右に膝の円に向かって、左右に広がった V 字状に配列する金子群が存在する。 側層の構成禁止の末端からは、著しく密に絡み合った菌糸で構成された、厚い死実層足の層が広がり、その末端に、短式とシスチジアが形成されて、死実層を形作っている。傘の表皮層は全くゼラチン化せず、束状に絡み合いながら立ち上がった、やや厚い壁を有する禁止群で構成される。古実体の柄の基部を覆う菌糸には、かすがい連結が見出される。 夏から秋にかけて、松族、もみ族、ガ族あるいは、トガサワラ族などの林内地上に群生する。日本ではやや高地に多いとされ、最も普通に見出されるのは、阿光山帯のコメツガバヤシであるとも言われている。北海道では、エイ松や、とど松などの林内で見出される。なお、タイプ標本は、北アメリカのシアトル近郊で採集されたものであり、日本での初記録は、 北海道江別市からのものであるという、典型的な外星金根を形成すると言われていたが、最近では、松族の樹木と外星金根を作るヌメリーグ地族の生きた菌子に、特異的に寄生する、可能性が示唆されている。なお、不作義竹たけは、臨床の落ち葉層の直下に存在する、有機物に富んだ、肥沃な土壌の層に、大きな玉会場の金子海を形成し、そこから白色。 紐状の細い金種束を伸ばし、周囲の樹木の細根に次々と産瑚状の金根を新たに形成して、生活領域を拡大していくという。今のところ、北アメリカと日本からのみ知られており、その他の地域からの確実な報告はない。古実体からは、ゼロコミン酸や、ボビノンマイナス3、7、11、15、テトラメチルマイナス2、6、10、 14ヘキサデカテトライニルマイナス1、4ベンゾキノお及びその誘導体であるヘルベティコンが見出されている。ゼロコミン酸は、イグチカのアワタケ属のキノコ類と、またボビノンをはじめとする、ボビキノン類は、ヌメリーグチカのヌメリーグチ属に属するアミタケなどと、それぞれ共通する化学成分である。これらの化学成分は、本種だけではなくクイタケ属の他の種類からも、 検出されている。無毒で食用にもなるが、まとまった収量に恵まれることがあまり多くないためか、さほど重視されていない。油を使った煮付けなどに合うという。ありがとうございます。